おいでよ。
それでは本日は日本でも大人気、突然の来日で話題沸騰中の博士はコンピューター科学の研究をされており、同時に日本初のネットワークゲームの中でセブンというキャラクターとして歌手活動を、私は研究者でもあり歌い手でもあり、それはどちらも本当の私。応援してくれる人がいるのはとっても嬉しい。一時期 VRMMO は SAO 事件として有名になりました。それについてはどのように。茅場明彦は確かに人道に外れた行為をした。でも技術、彼が作り出した世界がどれほどのものかを知るために、私はセブンの歌は共存や平和を提唱する歌が多いと聞いています。 ALO は種族同士の闘争が一つのゲーム性になっているの。でもネットワーク社会にあるべき姿は一体どこにあるのか。競争と共存、それは資本主義と社会主義のよ。ネットワーク社会の未来を知るためにも、プレイヤーの人たちの反応を。12歳とはとても思えない、なんとも大人びた言葉ですね。未だ世間からは冷たい言葉を浴びせられる VRMMO というカルチャーですが、平和や共存を提唱するあなたの姿を見て、 SAO と ALO、 茅場明彦とあなたをまさにネットワークの光と闇と揶揄する人もいる。私の歌で VRMMO を。この子のおかげで VRMMO や ALO の印象。プロパガンダってやつか。プレイヤーの俺たちがこんな小さな子にそれを忘れるのはどうかと。でもこの子の場合、むしろ自分から。本人が前向きなら別にそれでいいんだけどな。にしても茅場と対局。って話なの。だからこれからレインって子が来たら。キリトよ、また相変わらずの女の子プレイヤーホイホイだな。おい、はなんだそれ。で、そのレインちゃんは今どこにいるんだよ。仲間になったんじゃねえのか。いや知らないな。別についてきてもいいと言っただけでフレンド登録をしたわけ。お前そろそろ一人くらい譲れよな。クラインってさ、セブンのクラスターになって。それはそれ、これはこれだよ。でもなんか腑に落ちないわその子。うん、私たちのパーソナルデータを裏サイトで手に入れたって言ってたけど。え、そうなの。はい、ママの言う通りだと思います。レクトの運営は仮にクラインさんがいかがわしいサイトで変なウイルスに引っかかって即時に検索を発見し、その情報の出所に注意勧告した上で。なんだよその例えは。というか ALO に俺たちが登録したパーソナルデータには SAO プレイヤーなくても、 SAO から引き継ぎされたアバターはおおよそ異常なほどにやり込まれた。直接語らずとも察しはつくとは思う。いや、今そういうことが言いたいわ。まあそれくらい今の VRMMO のセキュリティは優秀ってことなんだよ。じゃあそのレインって子はどうやって俺たちの情報。わからない。まあでも大丈夫だろ。おいおい、なんだか適当だな。あいつ悪人には見えなかったからな。どっ、おお、キリトくん絶対だぞ。おっ、アルゴ、ちょっといいか。キーボー、それにリーファか。定位置から動かず攻撃もしてこない邪神級モンスターがいるのは知ってる。ああそいつか。詳しい情報は俺っちもまだ。今分かってる情報だけでも売ってほしいんだけど。まだちゃんと裏が取れてないから売る気はないぞ。情報屋としての信用。でもどうしても邪神を助けてあげた。裏が取れてないなら私たちがその。しょうがないな。この情報、その代わりキーボーたちが攻略したらそのイベントの情報。ああ分かった。邪神の近くにあった石板は確認したか。太陽と月が奪われたから。それだ。このイベントではそして
このスバルト・アールブヘイムのレアアイテムにそれらの石がある場所は正確な位置までは分かってないがどちらもここにそれだけ分かれば十分だありがどういたしまして念を押すようだわもちろんだよよしうん頑張ろうここに太陽の石と月ああここからは情報がないから注意して進むぞより強さあ見てお兄ちゃんとなるとおそらくあれが太陽の石だなそうだねThank you.
の石と同じで、月の石の前にモンスターがいるな。あの合体した鍵で入れるダンジョンを探すんだよね。砂漠の島に行ってみましょう。
ものがないか探し。でかい鍵を使ってみろよ。入れてみるわよ。やったわ。苦労して手に入れた鍵。
ついてきてるのか。うわ、いやはや、さすがは英雄キリト君。私完全に気配消してたと思うけど、即敵スキルにも対処って前も気になってたんだけど、索敵の効力からも身を隠すって。まあそんなところだね。スキル付きの新しい、ほら私レプラコンだし。スキル付きの装備、調子いいみたいね。
ト、どうした？おいレイン、またついてきてるのか。おお、もしや噂のレインちゃん。わはは、キリト君さすがだ。おお、私クラインと申します。キリトの兄貴分としていつも彼の。あなたがレインさんですね。以後はレインさんはレプラコーンなのですね。ぜひ私めにも。レイン、気にしなくていいぞ。そいつは口が達者で陽気なだけのリアル。そうそう、俺今サラリーマンだけど実はお笑い目指しててさ。って違う。パパ、私の体力が半分を切れました。ありがとうございます。
したことなかったな。こんなの楽勝よ。よし、やったね。おめでとうです。何かゲットしたけど、これ何かな。素材や武器、いつ必要になるかわからん。待って。